はい、こんにちは。今回でご紹介するのはこちらです。オーキーさんからのレビュー用品です。箱に書いてある絵でお分かりいただけるように、今回も Bluetooth イヤホンのご紹介いたします。このように非常にシンプルな箱に入っています。モデル名が EP の B40 というモデルです。こちら Amazon の販売ページ見てみましょう。オーキー Bluetooth イヤホン、ミッツサウンドエフェクト、8時間連続使用、 IPX4 防水、マグネット式、 iPhone、Android、Apple Watch に対応した EPB40 というモデルです。現在、ね、2099円、星 4.5、 なかなか高評価なイヤホンです。で、これまで紹介させていただいた海外製の Bluetooth イヤホンと今回違う特徴の機能として、ミッツサウンドエフェクトです。これに非常に気になります。どんなもんかな。何かと言いますと、ポップ、アルト、ベースの3つのサウンドエフェクトを提供しております。このようにですね、音質というかイコライジングなのかな、音が変わるという機能が備わっているということで、このあたりのチューニング、どんな音質になるのか非常に気になっております。その他の機能としては、よくある Bluetooth イヤホンと同様に、こういったマグネットで閉じ、くっつけられたりですね、連続再生時間は8時間です。東京大阪間も往復可能って書いてますね。ですので、まあ、これぐらいの充電バッテリー持つよというところと、あとはこのように角のタイプのイヤーアームと3種類のイヤーチップが付属しているようです。では早速開封しましょう。このようにパッケージになっています。開封しました。なかなかね、しっかりとしたパッケージングされているなって感じました。この箱にね、それぞれ入っていますが、まずですね、こちらなかなか高品質なポーチです。しっかりとした素材ですね。結構ペラペラのものが多いんですけども、それなりの厚みを持ったこのキャリングポーチと、あとですね、オーキー、こんなこれシールなのかな、シールっぽいですね、鍵、あとマニュアル、こちらは日本語対応しています。このように日本語が書いてあります。スペックこんな感じ。充電 1.5 時間の再生が8時間です。重量が 13g となっています。再生可能な周波数帯は20から 20kHz のハイレゾ、まあ未対応です。テクノロジーのところに aptX 対応と書いてますので、このあたりはですね、最新の規格に対応してきています。あとこちらはイヤーアームとイヤーチップです。こんな感じ、すでに本体にも装着済みです。あと充電用のケーブル。以上、このような内容です。本体このようなデザインです。このように結構強力な磁力でくっつきます。この形のタイプはね、個人的に、まあ、前回もご紹介させていただいている商品がありますけれども、このタイプの形は高音質なイヤホンが多いんで非常に期待してます。角 LR 表記はここにありますね。ここに穴が開いているのは何だろう。マイクはここにコントロール部分にありそうですね。なんか音質調整用の穴かな、大きいと書いてあります。ケーブルはそこそこ太いケーブル、透明ですね、丸い断面のケーブルです。そしてリモコン、プラマイとマルチファンクションキー、そして USB 充電用の端子、裏にはマイクの穴があります。このように一般的な Bluetooth イヤホンと同じような形状仕組みをしております。ではペアリングして聞いてみたいと思います。このね、瞬間が非常にワクワクしますね。どんな音が出るのか。結構この手のイヤホンですね、エイジングせずにそのまま音質の評価をしていますが、そのね、エイジング考慮っていうのもどうなのかなっていうのは個人的にちょっと最近思うんですが、いかんせん何十時間とかね、何百時間っていうのを使うようなものでもないのかなと正直思ってしまっていますので、スポーツする時だけで何百時間とかね、あんまりいかないかなって思っています。ですのでエイジング込みの評価っていうのはちょっとしばらくね、使った後にできたらなとは思いますけれども、なかなか難しい現状です。このようにペアリングモードとなっています。デバイス認識で大きい EPB40 と表示されましたので接続します。接続されました。ということで音質チェックしてみました。結構ね、聞いてみました、チェックしました。総じてね、いいと思います。かなりね、高音質なんじゃないかなって思います。個人的に高評価。やっぱね、この形いいですね。基本的にはまたね、この Bluetooth イヤホンのよくあるドンシャリ傾向で、低音が強い、
そして高音がちょっとねシャリシャリ感というか刺さる部分があるかなというのが少し気になった点です。どっちかっていうとあんまり激しいねロックとか EDM 系聞くと疲れるかなっていう感じがありました。その他、まあ、女性のボーカルの曲とかですね、少しゆったりめの曲を聞く分には、非常にねいい音質かなと思います。ですのでレビューでね結構悪い音質あんま良くないっていうのはレビューもただあるんですけれども、私的には非常にいい2000円のイヤホンとしては合格点を与えられるんじゃないかなと思っております。ただですね、この今回非常に楽しみにしていたこのファンクションボタン2回押しでのイコライザーですね、サウンドエフェクトについてはですね、結局ローカットハイカットしているようなシャリシャリとモコモコになってしまって、デフォルトの音質が一番良かったです。ですので、まあ、このイコライジングは個人的には使いたくないなって思いました。それ以外は特に通信性問題なくですね、ある程度離れた距離でも届きました。Xperia Z3 とあと iPad Pro ですねでのトライとなりますので、その他のデバイスだったり、カバンの中に入れての状況とかですね、外部のノイズ含めた状態でのトライはあまりしてませんので、そのあたりはもしかしたら途切れてしまうことがあるのかもしれません。ということで、基本的な Bluetooth イヤホンの性能を抑えつつ、新たなエフェクト機能、まあ個人的には使えないなと思ったんですけれども、そして音質ですね備えた、さらに2000円と安価なイヤホンとなっていますので、ぜひぜひチェックしてみてはいかがでしょうか。あともう一つお伝えしておきたかったのが、結構このイヤホンの径がでかいので耳が合わない方はちょっと合わないんじゃないかなって思います。大きすぎるという意味ですね。イヤーチップ S にしても大きい感じはありますので、他のイヤホンに比べて耳のサイズがちょっとね穴が小さい人は少し圧迫感があるのかもしれません。まあ、このあたりも参考になれば幸いです。本当に最近ハズレがね結構少なくなってきているなという感じがします。ということで今回ですね、オーキーさんからの提供品です、 Bluetooth イヤホンご紹介いたしました。こちらモデル名がじゃん EP の B40 というモデルです。ではでは今回も見てくださりどうもありがとうございます。